マカロニです。今回はバイオドーム12基分の電力を確保するため、ここ会場基地にソーラーパネル50個ほどを設置します。コメントで教えていただきましたが、ソーラーパネルの設置箇所は床などで隠してもちゃんと発電するみたいなので、この基地で一番不要だった場所、そうです、はしごのあった中央の柱に埋め込みます。ここです。こんな風に4個に電池1個、配線が面倒ですが、これをワンセットとした部屋をどんどん上へ作っていき、下の階とつなぐ、これをひたすら繰り返して13階まで、わら、こんな感じになりました。ソーラー52基と電池13個すべて連結しています。最上階の円形部屋にはを8個設置したので、合計ではソーラー53基、電池21基となります。昼までは常に4万5000満タン状態となりました。補助電源として例のホットスポットからの電力を対岸に1個電池を置いて繋いであります。こんな感じで全てのバイオドームを連結しています。もちろん電線隠しのモジュールを基地内に設置しています。これで電力に困らなくなりました。あとは夜の間もうまく稼働できれば言うことなしです。夜になると4万あたりから減少していきますが、10倍速中。朝になっても3万7000くらい残ってますので、まだまだ余裕ありますね。ホットスポットの中継の電池ですが、前回変な偏りがあったのですが、どうやら設置後すぐだったので偏ってただけでした。今は均一な電力で動いているみたい。これで安心して海中の建築で遊べますよ。コメントでアイデアたくさんいただきまして本当に助かりました。ありがとうございます。次回は海中基地を練っていこうと思います。チャンネル登録とベル通知オンしていただけたら嬉しいです。以上、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録300人ありがとうございます。次は400人目指しますので、チャンネル登録とベル通知オンをお願いいたします。リクエストも待ってます。